横浜港のクルーズ船に乗っていた外国籍の男性が昨日死亡したことが新たに分かりました。これで国内で死亡したクルーズ船の乗船者は7人となりました。厚生労働省によりますと、横浜港に停泊中のクルーズ船ダイヤモンドプリンセスに乗っていた外国籍の男性が昨日国内で死亡したということです。男性の年齢や性別。 国籍のほか乗員と乗客のどちらなのかそれに新型コロナウイルスに感染していたかどうかについて厚労省は遺族の了解が得られていないので公表しないとしていますこれまでにクルーズ船の乗客で日本人5人とイギリス人1人の合わせて6人が新型コロナウイルスに感染し下船後に国内で死亡しています これで国内での感染者の死者は13人となりました。